本当にあの作品の数が多くて、この当時としては圧倒的な作品の数なんですよね。油絵だけでね、まあ、主にまあ教会の仕事も多いんですけど、2500点ぐらいって言われていて、まさにあのその当時あの画家たちの王、王たちの画家と称された人なんですよね。まさに画家の中の画家、まあ、それだけまあその当時圧倒的な、まあ、評価があったっていうことと、あと王たちの画家、まあ、その当時の世界、まあ、フランドルの人ですけれど、まあ、イタリアにしてもフランス、スペイン、イングランド、まあ、各国にまあルーベンスの作品があるわけなんですが、実は外交官という仕事もしていたっていうことで、まあ、実際にそういったね、各地へ外交官の仕事としても行っていたでしょうし、また画家としてもね、まあ、将来招かれて作品を注文で応じて描いていたと。ということで、まさにその時代の圧倒的な、まあ、存在で、画家、まさに画家たちの王であり王たちの画家ということでね、まあ、画家の王様ですね、まあ、君臨をしていたルーベンスですね。で、まあ、ルーベンスもね、それだけ作品の数も多いので、なかなかこれルーベンス1点っていうのが、まあ、どれもこれもまあ素晴らしいんですけれども、実は例えばこれ ルーブル美術館にね、マリー・ド・メディシスの生涯、これ24点のこのマリー・ド・メディシスの生涯の部屋がありますね、ルーブル美術館ね。この大作の24点だけでももう圧倒されるぐらいの作品なんですが、であえて1点、特に日本との関わりでですね、一点ということで、このアントワープの大聖堂にある作品なんですけれども、結局なぜこの作品かということなんですが、フランダースの犬なんですね。日本人で、まあ、美術とかにあまり関心がなくてもですね、実はルーベンスという名前はフランダースの犬に出てくるということで、知られると。で、前私もアントワープの大聖堂、実はそこにキリストの効果、この作品とキリスト昇華というのが昇るかですね、とあと、聖母昇天と合わせて4作教会にルーベンスの作品があるんですけれども、前にですね、私ももう20年前に訪ねた時に訪ねる時にですね、まあ、いろいろ本を見てて、多くの日本人観光客がね、これ地球の歩き方みたいな本に出てたんですけど、そのアントワープ行ってそのフランダースの家に出てくるルーベンスの絵はどこかみたいなね、多くの日本人が訪ねると。でだけど地元の人は、なんだそれよみたいな話があったって、なんか話題として出てたんですけれども、まあ、フランダースの犬の原作というのはイギリス人らしいんですね。でイギリス人が書いた原作で、まあ、実は明治時代の頃から日本でも翻訳が紹介されてたらしいんですが、ただ日本で本当話題になったのは子供名画劇場でね、昭和40年代ですかね、あれで非常に話題になって、で多くの人がフランダースの犬の話から、まあ、ルーベンスっていう存在を、まあ、知るようになったと。で実はなんかその後はですね、アントワープの大聖堂の近くにネロ少年の銅像なんかもできたらしいですよね。でやっと最近は、まあ、地元の人もフランダースの犬に対する理解も出てきているようで、でまあ、そのネロ少年っていうのは、まあまあまあ、物語なんですけれども、もともと画家志望でね、まあ、貧しい、家庭だったんですが、で、まあ、必ずこのアントワープ大聖堂を訪ねて、いつもあるんですね、見ていたと。ただこの聖母子昇天っていうこの作品は普通にまあ見られていたらしいで
で、まあ、ちょうどこのネロ少年が、まあ、お母さんが早く亡くなったっていうこともあって、なんとなくお母さんの面影をね、こういった作品に、まあ感じてたんでしょうけれども、ね、で、まあ、自分自身もその画家志望ということがあって、早くバルドゥラスみたいな画家になりたいっていう思いがあったんだけど、ただこのキリスト効果とキリスト昇華はですね、なんか、垂れ幕で覆われていて、お金を払った人しか目を見ることができないっていうようなとも話になっていてですね、そうするとこの作品はお金持ちしか見ることができない、うん、ルーレンスのこの作品で、いつの日かお金持ちになってみたいなっていう思いがずっとあったっていうことがずっと背景としてあってですね、で、まあ、最後まあ、劇的な話として、まあ、クリスマスの夜でね、もういつも大変になって、結局最終的に見ることができなかったんだけれども、亡くなる直前に夢の中にこの映画が出てきてっていう、まあ、物語の、まあ、話を通してね、この作品のインパクトというかね、ということがまず日本人の中でのルーレンスっていう時に、この話が出てくるんですね。それだけではなくて、まあ、ルーレンス全体のいろんな作品を通してのですね、このアントワープ大聖堂の作品というのが非常に意義が深いと。で、特に、まあ、このキリストの話というのは、まあ、宗教家として多くの画家が画題にするんですけれども、中でも、まあ、ルーベンスのね、この作品というものが非常に意味があるわけですね。で、ルーベンスっていうと大体そのバロックの画家ということで、バロックを代表する画家ですよね。まあ、ルーベンス、まあ、レンブラント、まあ、今日紹介する画家で、まあ、バロックの画家と言われているんですけど、そのバロックを象徴するのがやっぱりこの光と影の非常に鮮やかなコントラストですね。で、まあ、ここにもまさにそのバロック芸術の粋というかね、まさに光、まあ、キリストに光が当たることで、まあ、キリストの存在というものを際立たせるわけなんですが、その周りの人たちとのコントラスト、光をうまい表現になってますし、まさにあとこの色のコントラストもね、非常に鮮やかで非常に印象的なんですけれども、それ以上にこの作品はですね、紹介するのはこの対角線構図、この斜めね、これが非常にその、象徴的に、まさにキリストが、十字架から戻される場面がまさにこの対角線になっていて、この対角線構図っていうのが、いわばその動きとか躍動を表すということでですね、まあ、よく構図とか絵の教科書なんかにもよく紹介されるところですね。で、ここが、まあ、対角線になっていて、でそれと同時にこれが対角線で、ここが、まあ、実はその、直角三角形になってますね。ですからこの、で直角三角形っていうのは、まあ、安定を表すと。ですから躍動と安定がこの絵の中に見事に、まあ象徴的には表現されているという絵の意味というかね、絵の内容、絵を描く視点、あるいは絵を見る視点からいっても、この対角線構図とこの直角三角形の構図の取り方、それからこの色の鮮やかなコントラストも含めてですね、非常にこの絵画としてもしっかりとした、まさに画家たちの王と言われるゆえんの素晴らしい、まあ、表現になっているということですね。そういう意味でもこの作品の意義というのがですね、非常にまたこれ劇的ですね、ドラマチックな感じになってますよね。で、これも先ほど言った、まさに聖母子商店、これも聖母マリアの話なんですけれども、これも同じアントワープ大聖堂で見ることができる。それでですね、ルーベンスはまさに先ほども言いましたけれども、まあ、宗教が、神話が、肖像が、あらゆる絵を描いていた人なんですが、それだけに非常に注文も多かったと。
ということで、ルーベンスを語るときに紹介したいのがですね、工房作品ということなんですね。で実はそのルーベンス自身が絵を描くことももちろん当然ですからやるんですけれども、工房というシステムで、注文を受けて、いわば分業で絵を描くということもかなりやっていました。いわばルーベンス工房で、実はルーベンス工房の中に実は、その当時代表する画家がみんな揃っていたんですけれども、ルーベンスあるいはそのスナイデルス、ルーベンスは何でも描けるんですけれども、例えば、ルーベンスといえば人物ですよね。でスナイデルスという画家もいるんですが、スナイデルスといえば実は動物のスナイデルスと言われた人がいます。それからヤン・ブリューゲル、ブリューゲルの子供ですよ。ヤン・ブリューゲルはですね、花のブリューゲルで、花といえばヤン・ブリューゲルで、それ以外にバン・アイクとかヨルダンスとかですね、実はこういった人たちが実は工房のメンバーになっていて、注文に応じてね、それ手分けして書くっていうことも全部やってたんですね。でそれ以外に、例えばそのスナイデルスもこういった工房のメンバーなんだけど、またスナイデルスはスナイデルスでまた スナイデルス工房ってまた別に持って組織しているとかですね、実はそういうものが実は後々になると、今心眼問題じゃないんですけれども、その作家本人が書いてるものなのか、あるいは工房としてやってるものなのか、全く例えばルーベンス作と言われているものでもルーベンスがどこまで関わっていったのかみたいなね、いうものが実はその心眼あるいはその作品の評価価値ということになった時に結構ここがですね今問題になる。ただ、今でもそうですけど、その当時のいわば注文した側からすると、別に誰がどこにどう関わっていたかということは実はあまり問題ではなくて、作品として完成されていて自分が見てそれが自分のイメージ通り、あるいはその絵を通して何か楽しめるということであれば、別にそれがどこまでルーベンスが関わっていようが関わっていないが、あまり実は当時はそれほど関係はなかったんじゃないかなと思います。あくまでこういった絵を描いてくれっていうことだけの話だったと思うので、そんなに厳密な区別というのは見る側からすると、それほどではなかったと思うんですけれども、ただ今かなりその辺がですね、厳密な今時代になってきてますので、ものによって結構それがどこまで例えばルーベンス作と言われているものでもね、ルーベンスが関わっていたのかどうかっていうのがですね、今結構話題になることが多いですね。ですからルーベンスを見る場合に、ルーベンス自身の作品の数も多いだけではなくて、その工房で作であるかどうかということも非常にその、問題になります。ですからルーベンス本人あるいは工房あるいは弟子たちだけで描いたものなのか、全くの模索なのかとかですね、で贋作っていう問題もあるんですけども、それが今非常にその、ルーベンスとは他の作家でもありますけど、特にルーベンスとレンブラントですね、ここが非常に大きな話題になることが多いですね。それで実は具体的に、話題になっている絵がですね、実はこの作品なんです。このソドムを去るロトとその家族っていう作品なんですが、で実はこれここに今画面に映ってるこの作品はですね、これです、国立西洋美術館、上野の西洋美術館に実はある作品なんですけれども、これをですね、国立西洋美術館が
1978年にね、購入してるルーベンス作としてね、その当時1億5000万円で、ね、これ購入してる作品なんです。でそれがその後ですね、調査の結果、これルーベンスではないっていうことが実は分かりました。で、実はこのソドムを去るロトとその家族っていうこの、テーマ、その構図で、この登場人物ね、こういう画面の絵がですね、実は今4点確認されていて、で最初、まあ、1978年に購入した時はこれが本物っていうことで西部美術館を買ったんですけど、その後の調査でですね、実は4作あるっていうことが分かって、で一つが、まあ、こう国立、まあ、日本ですね、まあ、でもう一つがですね、アメリカ の, あのバースのマイアミのですね、ジョン・メイプル、リングリング美術館、そしてこれがあとロンドンのオークションに出た作品、それからもう一点が、まあ、これは、まあ、今個人像になってますけども、その後これ4点このタイトルのものがあるということが分かって、でいろいろ調査をした結果、この、ジョン・メイプル・リング・リング美術館にあるものが、まあ、オリジナルであると。で実はですね、バース美術館にあるものがその弟子が描いた、うん、っていうか、まあ、ルーベンス工房が描いたということですね。ルーベンス、これは工房である。それで結局このクリセイ美術館にあるものがですね、模索っていうことで、で今あの西洋美術館ではね、そのヨルダンス、さっきも紹介しましたけど、ヨルダンスではないかという、ヨルダンスに帰属っていう今紹介のされ方になっています。でロンドンの、個人像のものが、これがまあいわばその複数あの後の、まあ、模写、まあ、これ模索って言いましたけど、まあまあまあ、ヨルダンスの場合にはほとんど、まあ、あの同じ工房でもルーベンスともあの知り合いですから同時代なんですけど、まあ、同時代ロンドンのあのオークションに出たものはですね、これはまあ後の、まあ、模写ということですね、ということが分かったと。で実は1993年に国立西洋美術館がこの4作を並べる展覧会をやってるんですね。でまあなかなか一般、我々私もそうですけど、一般の人がじゃあこれどこが違うのかって、まあ、で実は全くあの同じではなくて、多少そのサイズとかですね、若干変えてるんですけども、まあ、ほぼ同じ、あパッと見た目はね、ただ若干そのサイズとかね、周りの色とか若干変えてるんですけど、で結局あのこの模索にしても模写にしてもね、あの全く同じには描かないっていうのが、まあ、あの約束事になっていて、でサイズも変えるとかですね、切ったりとかそういったことをしますの で, あのでよく見ると間違いっていうのは分かるんですけれども、で結局こういう問題がですね、あの今起きてきて、まあ、問題というか、結局、まあ、その価値とかその絵の価格にもまあ影響してくる話になりますので、ね、
まあ、いろんな調査の結果、まあ、そういうことになった。でまだこの4作は、やっぱり原画をもとに、かなり、まあ、例えばロンドンのオークションの個人像のものでもですね、これは贋作ではなくて、まあ、模写っていうことなのでね、あの問題というか模写作品としての評価ということになるんですけれども、なかなかあの難しい問題っていうのがですね、数が多いだけですね、今ルーベンス、また後で紹介するレンブラントについてはね、そういう問題がもう多々あるということですね。ですからあの国立西洋美術館がこれを、1978年に購入した時点ではあの分からないんですね。もちろんそれなりにもちろん調査をして、間違いないということで、まあ買うわけなんですけれども、なかなかこの時代、特にこれがね後のあれでね、まあ、ヨルダンスではないかって話になっているので、多分絵の具の、調査とかでヨルダンスもルーベンス工房で一緒に仕事をしたりしてますから、ルーベンス作と言われているものでも、もしかしたらヨルダンスがちょっと関わっているようなものももしかしたらあるかもしれないっていうところで、ね、非常に難しい多分判定があったんだと思いますけどね。結局ルーベンスを見る場合にはですね、この辺の話っていうのが、まあ、より、まあ、出てきますね。でこの工房システムっていうのはですね、その当時結構流行ってましたね。で今特に19世紀の後半以降、現代はですね、その作家のオリジナルとかね、作家の個性とか作家が書いたかどうかが問題だった話になるんですけれども、その当時においては誰が書いたかっていうことも大事ですが、それって何が書いてるかと、でそれがその見る人、注文主にとってね、非常にしっかりとした内容であれば、もちろんルーベンスに直接注文した人はもちろんルーベンスの絵であることがもちろん重要なんですけれども、そこの絵の楽しみってことを考えると、それほどまあ工房でもいいということで、絵が良ければいいという感覚があったと思います。で実はその今申し上げましたけど、20世紀19世紀後半から20世紀っていうのはオリジナル信仰っていうかね、作家性が大事であるって話になるんですが、それを実は見事に覆したのがアンディ・ウォーホルなんですね。でこのアンディ・ウォーホルの話はまた次回ウォーホルのところで話しますけれども、ウォーホルがね、ファクトリーっていうね、まさに現代の 工房ですよね。でもう作家無名でいいということで、とにかく何ができたか、その内容さえ良ければいいんだっていう話でですね、もう無名性であるとか、その大量生産であるとかっていうことで、もう自分という個性はもう なしでいいっていう話で、ファクトリーを作ったわけですけどね。で日本でも実は江戸時代の狩野派なんかもある意味で工房ですよ。注文に応じてね、その職人が手分けをして、例えば屏風の絵にしてもね、やっていたっていうことが実はありましたから、本当にそういう意味でやっぱその作家性とかを見たっていうのは本当現代的な考え方ということなんですね。ですから今でも例えば現代作家なんかでもね、村上隆なんかもね、ある意味工房ですよ。あの人も、まあ、今人気作家ですから、注文、特に大作なんかはね、もう自分でも公言してるし、実際に村上隆さんのところで働いてる人たちも参加してますみたいな話も出てきますから、もう公然の事実なんですけれども、工房システムで絵を描くっていうのも実は考え方としてはね、ある意味で合理的なところも実はありますね。人気作家になればなるほどそういうことになると。で私も普段ほとんどね個人の企画をやることが多いんですけど、実はある人から、現代においてもう一回工房っていうシステムを見直して、なんか注文に応じてね、みんなでなんか、共同で やらないかっていう話も実は出ることもあってですね、非常にそれは考え方として、ね、
現代においても有効ではないかなと思います。ただこの攻防っていうのもね、あの一つ、まあ、ヌーベース、テムランコを通してあのシステムとしてね、あの理解する機会になったらいいと思いますね。攻防の作品がいいとか悪いとかっていうよりも、とにかく注文主の 見る側の、思いに寄り添った時に攻防システムは私はありありではないかなと、まあ、その一つの典型がマルベスですね。実は前にさっきそのあのルーベンスのルーベンス工房であのスナイデルスっていう人の話をしましたけど、前鑑定団にねスナイデルス工房のあの動物の絵が実は出たことがあって、それはあのスナイデルス工房が作ったんですけどね、あのスナイデルスが描いたあの原画を原画をまた工房の人がそれをまあ写して、まあ、これ今さっきのこのソロムとロトと似たようなところがあるんですけどね、まあ、それがまあカメラで持ち込まれたことがありましたけど、それはもうちゃんと来歴の中で工房っていうことが分かったんですけどね、結構この時代 の作品を見るときにはオリジナルか工房かっていうことが非常に問題になりますね。であとそうですね、あとルーベンス、さっきその大変数も多いと言いましたけれども、大体、まあ、日本にもルーベンスの、ね、作品、まあ、これはまあヨルダンス作っていうことが分かったんですが、ルーベンス の、あのオリジナルももちろん日本にもあります。で大体あの世界中のあの有力な美術館にはルーベンスは入ってますよね。で特に、まあ、ルネッサンスとかその時期の作品をやっぱりあの美術史をたどるときに、まあ、必要だということで言うと、まあ、そういう対応できる作品の数があるのが大体ルーベンスとあとティチアーノね、これはティチアーノもまた次回紹介しますけど、まあ、非常に多作であったということで、それこそあのダ・ヴィンチとかラファエロとかね、あのボッチェリとかこの辺はもうそんな作品もないので、あのそれ欲しくてもないんですけれども、まあ、ルーベンスは、まあ、今でもあの僕は美術館がルーベンス行ってなれば多分出てくる、国書の中でもね、出る可能性はありますね。